オッケーにしましょう、ね、まあ仲間内、はい、なんか、はい、お二人この集まりは何ですか、はい、この集まりは何ですか。ちょっとこう声かけられちゃいました。早くに基礎スキー界でモーグルの要素を取り入れたパイオニアです。ハメイカさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの隙間産業で活躍させて活躍っちゃうじゃん、活動させていただきます。でもね、あの本当技術戦のモーグル滑りとターンとっていろんなこと言われてた時代があったんだけども、うん、まあ、早くにこのねテクニックを導入していろんな要素でこうコブの見方もねすごい広がった、まあ、風を起こしてくれた一人だと思いますんで、今日ちょっといろいろ教えていただきたい。この前前にあの僕がアスリートとしてちょっと戦えないレベルにあるので、何おっしゃるんですか。アスリートとして戦えるレベルにコブを教えてもらったんで、今日あの いいですかね。あ、じゃあちょっと仕上げる感じですか。まあどこまで仕上がるかわかんないですけど、どうしよう、何まで時間あるかな、何まで、じゃあきっかけ作りって感じで、そうそう、やり直ししたいんで、はい、わかりました、はい、ちょっとこのお二人に、はい、あの今日はこんな、はい、あ今年全員でこんなメンバーで今日はちょっとやってみたいと思います。異色の、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの斉藤仁志アスリート復活改造計画。改造計画。うん。第2弾。はい。第1弾のこの前、あの、山野井前コーチにあのやっていただきましたんで、今日いいですか、原川コーチ。よろしくお願いします。コブの吸収ってどんな感じで考えてますか。これは、どっちかっていうと、道具がポンって、あの、行く方向が決まった瞬間の時に、狙ったスポットに吸い付くことを考えてるから、飛び出るスピードだけに合わせて動くような感じ。あんまり吸収がしたいっていうのが、はいはい。自分のコブの中ではないから。なるほど。例えばコブの中で話をすると、この辺の圧力とか感覚っていうのはあんまり強く持たずに、いや、ここでぶつけた勢いをこっちにうまく滑らせたいっていう時に浮くか浮かないかを判断して、なるほど、吸収するかしないか。まずその浮くか浮かないかっていう部分のテーマで言うと、うんうん、まあ、そこが結果的に浮いちゃうと吸収のバランスが悪くなっちゃう、うん、浮かないとうまく吸収がいったっていうタイミングだと思う。その吸収っていう部分をこうテーマにするっていうよりかは、そこのこうターンの後半の部分っていうのをちょっと置き換えていくと、まあ、この部分であのポジションを良くしていくっていうところも大事だと思いますし、足の力抜けないようにしていくのも大事だと思うので、足首と股関節のバランスをちょっと強めていくというか、でこれがどっちかというとその曲げるっていうよりかはちょっとこうバネがこう縮んでいくような、こういった感覚をここで使いながら、もらえるものはしっかりもらうことによってスキーとの距離が縮まってくるんで、これが結果的な吸収動作になっていて、で体とスキーが近ければまた次のターンの始まりの部分でスキーが離れていかないっていうことなんで、しっかり圧を加えた状態から踏み始めというかターンの始まりが作れるっていう、うん、僕は考えています。慣れてる感じでさっき言っちゃったんだけど、はい、具体的に何のために曲げようとするか、上がってくる、上がってくる動きに対して曲げる、そうです、だから必ず反応に合わせていく感じ、そうですね、自分から動くっていうわけではない、まあ、そこってちょっとこう速度の住み分けが出てくるんで、低速の場合ですとやっぱりずっと自重でコントロールしていかないといけないので、エッジングと自分の体の落下っていう部分を作っていくので、どちらかというと吸収動作っていうと大きく置かなくてもいいと思うんですけども、ある程度そのアスリート化といいますか中速高速になってくると、いわゆるこう入ってきてしまうものをどうやってこうなしていくかっていう、そういったところにこう課題が移っていくと思いますので、そういった部分のこう要は入ってくるものに対してどういうふうにこう受けていくか、受けていくかっていうところの感覚でいうと、僕の場合は足首と股関節をこういうふうにこう動かしてくる感覚が強いの で足首に関してはどちらかというとそのブーツの前傾っていうのがあるともこう一緒だと思うんですけども、いやいやちょっとこう前側にで常にこうスキーに対してはこういうトップのシナリオを与えられた状態でここに来て、ここに来てで出るときは必ずそのトップのシナリっていうのは多分解放されてしまうんですよ、ポジションが後ろに行くので。なんですけどできるだけ前に入れることによってその割合が減っていって、できるだけまた次のスポットに対してこう乗り込むっていうタイミングがこう生まれてくるんじゃないかなというふうに考えているので、はい、引きつけるというか、はい、ちょっとこう脚部の扱い方を少しこうイメージしていただければと思います、はい。じゃあちょっと簡単な中速程度で滑っていきたいと思いますので、はいはい、少し足首と股関節のこういった動きのリンクをちょっと大事にしてみてください、はい、タイミングとしてはここが一番深くなってくるので、この部分から脚の動きっていう部分を少しこう意識していくんですけど、必然的に多分コブが向かってくるタイミングなんで、おそらくいいポジション、まあこのいいポジションっていうのはちょっと難しい定義だと思うんですけど、前方向に落ちる準備ができていれば、谷方向に落ちる準備ができていればこういう動きが出てくると思います。このコブの出口、B が
際ですね、このスキーのトップが浮く間際の間でしっかりとこういう荷重をかけていくような感じでこう前、少し前かぶり気味っていうんですかね、荷重ここでここからここに出るまで、でここでスキーも浮いちゃうので、うん、あとはもうスキーが浮いた分だけ今度反対斜面に乗り込んでいかなきゃいけないので、うん、ここでこう距離がこう出てしまっているとこうちょっと手遅れ感が出てきてしまうので乗り込むのね。はいはいはい。やってみましょう。行ってみましょう。はい、お願いします。こっから。はい、今ちょっとひとしさん滑っていただいた、本当に綺麗に上手にこう滑ってもらったと思うんですけども、時折ちょっとこうあつまずくじゃないですけど、ちょっとグッとこう差し込まれる感じあったと思うんですけど、僕の場合って結構あれがブレーキの要素に、まあ、ちょっと体の負担が少し出てくるかもわかんないですけども、ちゃんとこう食わせていくっていうところの延長線上に結果的には上半身がクッとちょっと動いちゃう。でこの動きのこのクッというこう詰まる感じ、ちょっともらっちゃったなっていう感じを、もう少し股関節の動きをしっかり扱いに行こうとする準備をすることによって、やっぱりサスペンションの一部ですよね、股関節も足首もそうだし膝もそうだし股関節もやっぱりこのバネがしっかりこう動いてくると思います。でこの辺りに関してはやっぱりこう少しこう動きに関しては穏やかかなっていう風に気になったので、もう少しこのここの深いところに入った時に椅子に座り込むような動きになっちゃうとちょっとお尻落ちすぎてしまいますので、少しこうおへそを前に押し込みながら、ぶつけに行っても全然いいと思います。速度が上がるので事実的にその雪面コンタクトっていうのは作れたり作れなかったりになってくるので、フルコンタクトっておそらく難しいと思うので、浮いたタイミングでもスキーがホールライン方向にこう向き続けながら体の真下にあり続けるっていう状況が大事なので、やっぱりこの伸ばしをこう入れていくと各関節が伸びやすくなってくるんで、やっぱりコブに当たった瞬間に、例えば一般のスキーの方で多いのがやっぱ腰が折れちゃう、グッとこうで、大事なこの山側のものっていうのが徐々にお尻が落ち出していく、こういう動きで、こういう吸収度って、ね、結構女性も多いですよね、あの腰が少し外れながら吸収しちゃうっていうのがあるので、これもやっぱりこの足の伸展のこの動作っていうのがちょっと伸びる方向が強いのかなっていうところ印象もあったので、そのあたりをもう少しこう曲げ幅を残した状態で、逆に言うとこう切り替えから切り替えの間、ターンからターンのつなぎ目のところで、頭の位置とかこう肩のラインを大げさにこうリフトしないようにリフトアップしないようなこうイメージがあると、そうですね、ちょっとこのあたりのあの窮屈さ、おへそ周りの窮屈さ出てきて、でおへそ周りの窮屈さを保ちながら徐々にラインワークを狭くしていって、速い高速化のターンにつなげていくっていうところをイメージしていただいたらいいところですね。はい、じゃあその股関節をちょっとこう曲げる印象を引き出していくためには、こういうコブの中でもワンターンでいいと思うので、次のコブにこう展開しないでそのままこうラインアウトしていくような、そういった雰囲気で構いませんので、しっかりとこの両股関節を、逆に両股関節いいと思います、肩股関節にならないように両股関節曲げるような雰囲気で、日常生活でいうと椅子に腰をかけていくようなこういった雰囲気なんですけど、それだとちょっと後ろに行っちゃうので、少しこう前かがみになって押していくような、あとはジムトレーニングのスクワットをするようなそういった雰囲気で、ここちょっと滑っていきたいと思います。この出口のところです。コブの裏がこう入ってくるんですけど、ここからこういう自分がこう小さくなってこういった雰囲気、自分から落ちてる、トップ当たるとか関係なく、もうこの形状に対して、もうそこのゾーンでグッとこう自分が下がる、やってみます。股関節を曲げていく、ここからあーいいっすね、あーいいっすね、そうです、うん、両股関節曲げちゃうんです、両股関節曲げていいっすよ、肩こう、そうそうそう、ちょっと不安あると思うんですよね、両股関節で、これを徐々にそのターンコーの中につなげていくときに必要なのが外傾だったり外交だったりっていう、そういった外方向に対するエッセンスを加えていくような、そんな感じ。自分たちがさ、今、手に持ってくるプレゼンするので、外側の股関節を支点に、はい、で、こっち側止まるじゃん。で、これで、動き始めるついこっち側に、これで、こう回転のスピンを起こして、和製地も、コブもわずかなんだけども、両脚でやるとやっぱちょっとお尻が下がって、リカバーするのが難しいんだけど、片方を止めて、肩幅にシフトしてみたいな感じも、結構やる、うん、そうするとターンコが小技を使わずに起きる要素が多いので、はいはいはい、その辺はね、整地と、まあ、僕らの生徒さんが結構提案してるんですね、はい、
両方がいい理由は基本的にはやっぱりモーグル荷重がちゃんとする、あと内足が使えるってことですね。やっぱりモーグルのターンというのは両脚同時操作で、僕の場合は同時操作っていうのもその言葉上の並びなんですけど、あるんですけど、僕の場合は同調操作、外足の動きに習って内足を使っていくので、なので外の動きがちゃんと作れてないものはやっぱ内足も通じないっていうところがちょっと深い話になっちゃうので、そういう動きをしているので同じ役割をやっぱ内足にも与えてあげるっていうところがやっぱ大事なんですね。でそこをあの重く置いてるので両股関節もあるスリートラインに入るんだったら早くはなるね、そっちの方が。結局その要は巷で言われるダイレクトラインっていうのはそういった部分のつなぎ方になってくるんで、外足と外足のこういったこう踏み替え動作っていうよりかは外と内が同時に同調してこう動いていく、そのシームレスな状態をいかに作れるかっていうのがやっぱ大事だと思うんで、今の動きは 分解はちょっとできないですけど、今みたいにこうコブの一番深いところで、まあ、あえて自分がこう下がっていくようなちょっと雰囲気をちょっとずつつなげていきたいと思います。はい、行きます。重いんですよ。そこで圧がかかる。僕も巻いていきます。自分の中でコントロールできるストロークの中でやりくりできるかっていうのがやっぱり高速化していくために必要なもので、なおかつしていくために、そうそうそう、でなおかつこれが自分の体の後ろでこうやって展開していく、要は自転車の後ろこぎなんてよく言われる、形容されますけど、そういうことも結果的に同じやっぱり要素なんですよ。あの言葉的な部分で言うと背面荷重です。やっぱり背後で荷重です。でフロントは荷重してる、罰重もしないですけど荷重も後ろで作った、背後で作った。だから要は谷割りじゃないですか。コブの裏側で作った荷重をそのまんま、コブの吸収するところまで届けていって、吸収動作のところっていうのは、物理的なそのコンディションとして、向かい角の強い壁に入っていくんで減速はするんですけど、そこに、向かい角の自然な減速プラス、リッチングの減速を使おうとすると、やっぱりバカけるな、ポジションがある。今俺自分でやっぱり滑ったら、この裏側で、ここに、扱うほとんどない。で、今ビッグを見て、ここにぶつかったのに対して、やっぱ位置関係作るのに必死にする。その位置に対しての抜けていく動きがないと、次の溝にはやっぱ合わせづらい。そこをもう一回ちょっと、そこ逆に、そういう意味で背面の感じ、欲しいみたいな。もう本当に背面っていうのはもう、ざっくりとコブの裏側の、スキーが落ち出したその局面で、一番急なところです。一番急なところです。そこに、まず自分の体がバーツから何に行こうとするときに、で、物理的には多分無理なんですよ。追いつこうとすると、もう置いてかれる。で、コブに当たってそれをうまく戻すっていうのを、ずーっとしてっちゃうのを、コブにやり続けたら、あの、皆さんに。で、なので、腰を繋ぐ人っていうのは、コブに当たるタイミングを見据えて、腰を一回下げて、当たるタイミングを戻して。当たるタイミングで戻す。おそらく前後結構使うんですよ。プレーンはとこの裏側と行って、ガッとお腹側と行ってて、まあ無意識あるって感じ。なんていうんですかね。コブの一番反り上がってるところで追いつけばいいやっていう感じ。結局、こうね。そうそうそう、そう、うん。要は帳尻合わせをこ うまくしてるっていう。うん、だそこもやっぱり滑りの中のバランスの保ち方だと思うんですけど、僕の場合はもう本当にがっつり自分の自重をこうやって傾けていく。ああ。うん。移動なの？移動ですね。だから本当にこのキーの浮くところで、よく多いのがこういう小技を、重心をあんまり動かさないで、こうやって足だけこうペシペシやる人っているんですけど、これプラスアルファなのかな？ああ。あってもいいと思うんですよ。はい、やっぱりスキーが浮かないことってある意味、コブの中の美学っちゃ美学じゃないですか。でもスキーを浮かさないようにするためには、その角度に、要はシーソーじゃないですけど、ガックンって自分落ちないとトップ落ちない。そこ早くやるとさ、まあ、俺はやっぱレッスンしてて、そこ早くて、先生、あ、めっちゃ早いって思われちゃうから、うん、逆に、見てる側としてはそこが早く見えないように、一回僕はトップを逆に横に抜いて、遠回りして速度を落としていくんだけども、はいはい、まあそういうのは技術的なことしますけど、技術的なことし、他の部分が、ただ体をかぶす時代とか、急いでいくのと違って、ここは丁寧にできないと、今言ってる感じはちょっとなりづらいのかな。そうですね。あの、じゃあちょっとコブの中でまた。
今ここだもんね、話してる、うん、バーチから。そこです、狙いね。バーチから。ターンの始まりのところになるので、うん、コブの裏側っていう象徴的なところで、やっぱりあの減速のポイントは、やっぱそこなのかなと。じゃあそこがちょっと深くて急なところどうするのって言われると、そこに必死にこう重さをかけようとしても空中にいるだけで着雪した時にその馬力が続くのか続かないのかっていうところの勝負だと思うんで、まあ、ちょっと別の機会になってくると思うんですけど、今具体的にそのコブで行くならば、まあ、ちょっとずらしながら行きます。こう来て自分の体が差があるで、ここから向こう行く時こういう乗り込んでいく、落ちていく、でやっぱりこの部分にやっぱ垂直になっていく動きですよ。そう、この部分でやっぱ垂直感、ここにやっぱ速度が上がってくると前に行ききれないで、こういう動きをしながらうまく垂直のポジションを作ったりすることも、これは正解だと思うんですよ。ただやっぱりそれは高速化された中のテクニックなので、これを推奨するっていうのもなかなか難しい部分はある。バランスの中でね。そうです、滑り慣れてる人がやっぱり使えるオリジナルの技術になってくると思うんで、前くんもそうですし、あと丸山隆夫くんもやっぱりこういう腰を前に送りながら深いコブをこなして当てて戻す、こういった作業すると思いますけど、あのどのスキーヤーにもお勧めできるわけではないのかなと思います。なんでこの部分をしっかりこう、例えばこうまだまだこう滑りにくい方、速度に慣れてない方は、逆に言うと自分の体をしっかり動かして、で罰重を伴わないことが大事。罰重しちゃうとダメなんですよ。やっぱりここで垂直に入れるってことはスキーに一番圧のかけられるチャンスゾーンなんで、ここでしっかりと自分が乗り込んでいく、圧をかけていく、あとスライドする人はしっかりここでスライドしないとダメ。そこでスライドしきろうとしちゃうと、必ずこういう山側の体が置き去られた状態でブレーキがかかってくるので、徐々にスキーが横に走り出していったりとか、あとは受けの部分でやっぱウィーリーしてしまうとか、そういったコンディションになるのかなと思うので、次の交換同じようにそのあたりをしっかり捉えながらやってみたいと思います。絶対目に垂直の、うん、で道具があの、まあ、落ちてるだけでも角かかるし、うん、はい、ターン一回スキーがこう向いてね、うん、重心を運んでる最中ってもう絶対角が立ってるから、必要以上に操作でエッジングするってことを極力避けてて、あくまでも位置関係でかかるっていう優先とか、その時にやっぱり角がかかってないとブレーキがかからなくて、そうです、ね、暴走しちゃうんじゃないかっていう人たちには、俺は逆にこうトップの通るラインをもうちょっと横に振ってあげてるの でそれをやってるとなかなかアスリートように行けなくなっちゃう、距離を稼ぐからね、そうなっちゃうんですよね。そこにどうしても体が慣れてくると、スキー動きってるけどもやっぱ迫力がないんで、まったりしてるっていう、迫力なのかコントロールなのか毎日迷いながら、でも今日はアスリートとしてだけど、はい、今みたいなラインで練習をしないと、今のような動きをしていくと、やっぱりこの直線距離が長くなる、もう単純に線を引いた時の直線距離が徐々に狭くしていけるので、おのずと速度は上がってきますし、あとやっぱりダイレクトにコブに当たる時間帯が出てくるので、可動域を増やさないといけないですよ。自分としてこう用意しているバネの動きをどこまで使えるようになっていくか、足首、膝、股関節で、で、まあ、僕の場合ですともう吸収動作ってスキー板がしなるところから始まってるんで、感覚的にはスキー板がしなる、その反動でまずブーツがもらう、で内部的に自分の足首が動いていって、それに準じて膝が動く、股関節が曲がる、もう一個です、上体もちゃんと吸収動作しっていう、滑ってる時、うん、おおいいっすよ、あーそう、うまいうまい、ナイスター、今のバッチリじゃないですか、今のそうだよね、タイミングが、で速度が上がってくると結構こう入れやすいんですけど、中速低速になるとやっぱりちょっと自力感出さないといけない部分があって、まあ、その辺のこのマッチングっていうのは多分時間をかけていくと慣れていくと思うんですけど、まあ、それぞれのこの滑りのこうメソッドがあるじゃないですか。でこのある程度速度乗ってくると、そうやってちょっと自分からこう入っていって、で足元でそのこう圧を感じるみたいな、そこがやっぱりこう大事にしている部分でありますし、うまくお伝えできたかなっていう感じがしました。OK、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。